ライザさん、先日話していたガラスのフルートが完成しました。え、本当にできたんだ。はい、かなり難しかったですが、形にはなったと思います。なんと、これは美しい笛じゃな。これをガラスで作るとは、素晴らしい技術力だな。しかし、これは実際に吹けるのか？はい、そのはずです。すごいじゃん。ねえ、フェデリカ、ちょっと吹いてみてよ。それが、そうしたいのは山々ですが、私は楽器の演奏は全然できないんですよ。そうだ、それじゃあクラウディアが代わりに吹くってのは？そういえば、クラウディアはフルートが得意だったな。私でよければいいよ。よく考えたら、言い出したのも私だし。決まり。心地の良い音色じゃ。素晴らしい演奏じゃったぞ、クラウディア。ちゃんと演奏できるかわからなかったからちょっと心配だったけど、できてよかった。私もちゃんと音が出てほっとしました。しかし、本当に何でもガラスで作れるんだね。形こそ違うけど、なんだか錬金術みたいだね。じゃあさ、ガラスの錬金釜なんかも作れちゃったりするのかな。ガラスって他の器具でも使うし。作るのは構いませんが、大丈夫ですか？ぶつけたりすれば割れてしまいますし、その場合大惨事になるのではないでしょうか。それにその後の保管も難しそうだが、やれそうなのか、ライザー。